1月31日、阿蘇市役所で、阿蘇市議会議員一般選挙当選証書付与式が行われました。阿蘇市の代表として選ばれた議員は26名。選挙管理委員長の児玉勝氏より、一人一人に当選証書が付与されました。ここに当選証書を付与する。平成19年1月31日、阿蘇市選挙管理委員会委員長児玉勝、おめでとうございます。歴史の1ページを綴る初代阿蘇市議会議員としてご当選いたされましたことを心からお祝いを申し上げます。皆様方は2万9914人の市民の代表としてこれから神聖なる議場に登壇いたされるわけですが、お一人お一人が真の議員として阿蘇市のその名に恥じない政治政策に当たっていただきたいと思います。これから議会も始まり、いろいろ皆様方の方からご意見をいただいて、一緒に力を合わせ一丸となってこの阿蘇市のため、ひいては市民の皆さん方が喜んでいただけるようにしっかりと汗を流して努力をしていきたいと思っております。本当におめでとうございます。佐藤市長や児玉選挙管理委員長の挨拶の後、収入役、教育委員長、阿蘇市役所の各課長の紹介があり、式は終了しました。当選証書付与式はここで一旦閉じたいと思います。どうもおめでとうございました。